こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウイグル問題関連企業と取引の事実が発覚し、偽物の 5G 端末が売れなさすぎてキムチ工場にまで参入した経営危機のサムスンですが、創業以来最大の危機に陥っているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。サムスン電子に関連した渦漏れているニュースの一つが、昨年10月にフォーブスの2020最高の雇用主1位になったという内容だ。最高の雇用主は世界58カ国16万人の勤労者を対象に、勤務条件、満足度、男女平等、社会的責任などに関する匿名のアンケート調査をする方式で順位をつける。働くのに最も良い職場を選ぶ投票と変わらない。積極的に広報できるニュースだが、意外にもサムスンはほとんど反応を見せなかった。当時サムスンが直面していた現実が創業以来最悪の危機に近かったからだ。イ・ジェヨン副会長は裁判を受け、イ・ゴンヒ会長はフォーブスの発表の9日後に他界した。昨年6月にサムスンは、現在の危機はサムスンとしてもかつて経験したことがないとし、オーナーに対する検察の捜査と新型コロナによるグローバル経済危機、米中間の貿易紛争に言及した。こうした危機は1年が過ぎた今さらに深刻になったという評価が多い。イ・ジェヨン副会長が懲役2年6月を言い渡されて収監中であり、米中紛争は激化している。新型コロナと第4次産業革命で世界半導体市場全体が再編されている。サムスンという巨大企業もふらつく危機の実態は何か。半導体市場は最近急激に変化している。いくつかの要因があるが、ひとまず新型コロナが半導体サプライチェーンの危険性を如実に表したという点が大きかった。2月 GM、フォードなど米国自動車企業の工場が連鎖的に停止した。半導体が必要な量ほど供給されなかったからだ。自動車センサー、エンジン、制御装置、駆動装置など革新部品に半導体200から300個が使用される。米フォードは半導体不足で4、6月期の生産量が半減すると見込んでいる。フォルクスワーゲンの自動車生産台数は四半期だけでも10万台以上も減少する見込みだ。事情は欧州も変わらない。メルセデス・ベンツの車を生産するドクダイムラーも最近工場の稼働を停止し、職員の勤務時間を短縮した。半導体の需給不均衡が世界を襲ったのだ。パク・チェグン韓国半導体ディスプレイ技術学会長は、新型コロナで自動車の需要が減少すると予想して自動車企業が半導体の注文を減らしたが、予想より需要は減少しなかったとし、しかしすでに半導体企業はラインをスマートフォン、家電側に回した状態であり、半導体の物量をまた確保するのは非常に難しくなったと説明した。新型コロナによる半導体の需給不均衡は各国を緊張させた。安定した半導体サプライチェーンを確保しなければ自国の産業基盤に影響が及ぶという判断に至った。これを受け米国、欧州、中国ともに自国に半導体工場を建設すると宣言した。安くて効率的だが危機に脆弱なグローバルサプライチェーンに依存するより、時間がかかっても信頼できるサプライチェーンを構築するということだ。ワン・ユンジョン道徳女子大国際経営学科教授は、半導体は未来の産業の競争力を決定する革新の中の革新と話した。バイデン米大統領が世界の半導体企業を呼んで米国に工場を建設してほしいと圧力を加えるのもこのためだ。半導体分野では目立つ企業が少ない欧州連合も10年以内に世界半導体製品の 20% 以上を EU 内で生産するという目標を出した。イ・ジョンホ・ソウル大半導体共同研究所長は、半導体は国家の基幹産業、戦略的資産であり、
国際秩序に相当な影響力を与える産業都市。半導体市場は企業が競争する形態から国が関与する方向に変わっていると説明した。また今後半導体強国であるほど国家の地位が高まる可能性もあるという見方を示した。こうした中で世界的に注目される半導体企業がサムスン電子と台湾 TSMC だ。 TSMC は米国のラブコールを受けて事実上中国との絶縁を選択した。 TSMC は昨年7月米国のトランプ政権の要請を受けると売上高の 14% も占めていたファーウェイとの取引を断った。さらに120億ドルを投入して米国に工場を建設すると発表した。米国と台湾が半導体協力で密着し米中間の緊張感も高まっている。中国の習近平国家主席は台湾について独立を支持するいかなる行動も外国の干渉も容認しないと表明してきた。今年に入って台湾近海に中国と米国の空母が出没するのも最近の半導体産業での米国台湾関係と無関係でないという分析だ。米ハーバード大のグレアム・アリソン教授は国内外のインタビューで半導体は未来産業の石油のような産業であり台湾 TSMC をめぐる米中紛争が実際の戦争につながる可能性があると警告してきた。問題は戦争危機レベルに向かう米中両国ともにサムスンには重要な顧客という点だ。 TSMC が簡単な計算で米国側についたのとは違い、サムスンは複雑な変数を考慮する必要がある。サムスンは米テキサス州オースティンに1997年に半導体工場を建設したが、習近平主席の故郷の西安にも2014年当時国内企業の海外投資史上最高額となる7兆ウォン約6900億円を投資して半導体工場を竣工した。当時中国メディアではイ・ジェヨン副会長から習近平主席への即位記念プレゼントという話があった。サムスンの半導体分野の売上高も中国は米国と似た 30-40% 規模またはそれ以上と推定される。現在の状況を見るとサムスンは米国側にやや傾く選択をした。21日にサムスンの米国投資計画が発表されたからだ。サムスン電子のキム・ギノム副会長は米ワシントンで開催された韓米ビジネスラウンドテーブル行事で米国に19兆ウォンを投資してファウンドリー委託生産工場を建てると明らかにした。中国投資計画への言及はまだない。専門家らは現在のサムスンの立場では適切な戦略だと評価する。ワン・ユンジョン教授はサムスンの半導体はサード韓国アイビへの報復当時も中国政府が触れなかった産業だ。まだサムスンが株との立場とし中国と協力関係を維持するものの追撃の可能性を念頭に置いて稼いだ時間に市場支配力を強化する必要があると話した。イ・ジョンホ所長は米国は先端技術と大きな市場を同時に持つのに対し中国は市場だけを持つ状況とし、ただ中国がインフラ投資を要求する場合そこに対応する方法を用意するのが非常に難しいだろうと述べた。第4次産業革命時代に入りサムスン電子は半導体分野の覇権的な地位を徐々に失いつつある。システム、非メモリー半導体ファウンドリーを主軸とする TSMC はメモリー半導体中心のサムスン電子の時価総額を超えた。日本経済新聞によると今年4月末基準で TSMC の時価総額は60兆9000億円とサムスン電子の53兆7000億円を上回った。 AI、自動運転車など第4次産業革命の革新産業ではメモリー半導体、情報保存よりシステム半導体、情報処理が重要になるという点も懸念される。システム半導体は設計を担当するファブレスと生産を担当するファウンドリーに分かれるが、ファブレスは米国企業が主導し、ファウンドリーは
TSMC が市場を支配している。サムスンもファウンドリー支配力を強化するために2030年までに計171兆ウォンを投資する計画だ。ファウンドリーの技術力で TSMC を上回り、市場支配構造を一挙に覆そうというハイリスクハイリターン戦略だ。パク学会長は、超格差をつけていたメモリー半導体の技術格差も縮まり、TSMC が支配するファウンドリーは重要性が高まっていて、サムスンとしては深刻な危機状況とし、ファウンドリーなどシステム半導体分野でどれほど競争力を見せるかによって次世代の半導が決まる可能性もあると話した。専門家らは、サムスンが現在のグローバル市場での優位を維持するには政府の支援と意思疎通が必要だと口を揃える。パク学会長は、国家的に競争力を高めるために半導体分野の規制を緩和し、インフラを支援する特別法が求められると指摘した。イ・ジョンホ所長は、我々の半導体産業は米国、中国市場に影響を受けるしかない構造とし、外交とも関連があるため、政府と意思疎通をして一貫した声を出すことが戦略的に非常に重要だと述べた。それではネットの反応です。サムスンの危機は韓国の危機だ。その危機と震源地はムンジェインにある。イジェヨンが捕まるだけで経営が傾くぐらいならとっくに潰れてるだろう。イジェヨンを釈放することを望んでいるのではサムスンではなく、権力者が望んでいることだ。現政権も無関係じゃないだろう。権力者が正当な裁きを受けずに釈放される前例を作れば、これからも権力者が正当に裁かれることはなくなってしまう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。